どうも皆さん、こんにちは、どうだです。今回ですけども、皆さん、お久しぶりでございます。一気に暑くなったんで、体調をね、崩される方も多いんじゃないかっていうふうに思いますけど、頑張っていきましょう。最近私のところにですね、質問結構来てるんですけども、道具に関する使い方とか型に関してとか、今年に入って結構多いなと思ってるのが、何々風でお願いしますみたいな片付けの依頼が多いんですよ。例えば坂本選手風でお願いしますとか、外崎選手風でお願いしますみたいな感じで、何々風という感じで私のところに依頼が来るんですけども、その度に、それはどうなんやろなって一個一個考えるようにはしてるんですけど、なんでしょうね、ラーメンとかで言うと二郎系が食べたいとか、そういうのに似てるのかなっていうふうに思うんですけど、気持ちめちゃくちゃわかるんで、そこで今回は今宮風片付け、久保田スラッガー小指2本でがっつり縦につかみたいということでやっていきましょう。最新情報は X や Instagram で、商品のお問い合わせなどは LINE よりいただけますと大変助かります。それでやってみましょう。まずですね、今宮風片付けっていうのは何なんだという感じですよ。何々風っていうのは、今宮風っていうのは何だと一言で言いますと、角張った片付けって言われてます。じゃあそれは何かっていうのをまずちょっと紹介します。はい、こちらね、型がついてないんですが、今宮選手のキップのモデルでございます。で、小指2本で角張った片付けっていうのは、ここにねウェブがあると思うんですけど、ウェブに干渉せずにこういう感じでね、こっからここまではこう板みたいな、こういう感じ、まあ、柔らかくせずっていう言い方おかしいですけど、ここがなんかね、動かずにパタンパタンパタンって、まあ要するにね、外野みたいなイメージだよっていうことです。外野ってこう、こういう感じで動くじゃないですか。で、ウェブは一切干渉しないみたいな、そんなイメージでございます。で、それを久保田スラッガーでやってくれということなんですよね。ついでに紹介しますけど、今宮選手のモデルはもちろん5本でも使えますし、小指2本でも使えるっていうモデルなんですけど、あれ、じゃあ今宮選手のモデルでオーダーすればいいんじゃないんですかっていうふうに思われる方いらっしゃると思うんですけど、手の小さい方、体格がちょっと小柄な方からしてみると、これはね、大きいっていうふうに言う方も多いんですよ。なので今回の依頼につながってきます。そこで今回は MP2 というね、グローブで今宮選手風なんですかね、でオーダーさせていただいております。で、これね、どんな感じか、最後ね、仕上げスチーム残ってるんですけど、すごいね、縦感があって、パタンパタンパタンっていう感じです。で、スラッガーの中ではすごく珍しくて、土手はね、ものすごく狭くて、こっちはほぼ使わないようなグローブです。もう本当にこう縦に掴むことに特化したような型って言っても、まあ過言じゃないかなと思うんですけど、今回は今宮選手風にしたいっていうことなんで、こういうね、あのダーク系の色とかトレンチ系の色とか、あとグリーンも混ぜたりして、これでね、大体どのモデルが欲しかったのかっていうのは大体察しがつくと思うんですけども、あとは刺繍以外にですね、ここがね、ドライスウェードパッドみたいな、はい、あのムートンじゃないんですよね。こうすることでちょっと硬さが出て、これはこれでいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今こういう感じですね。で、こっからどういう風になるかっていうのを皆さんにお届けするっていうことです。で、これいいなと思って、ちっちゃいんじゃないのっていう風に思った方は MP4 っていうのが出てます。で、これの指が長くなったモデルで、オールラウンドやソフトボーラーの方にもいいんじゃないかっていう風に私は思っております。ちなみに MP4 なんですけど、プロ野球選手で愛用者がおります。当ててみてください。はい、それでは一つ目いってみましょう。一応こういう感じのデザインですね。かっこいいですね。行書体っていうのもね、こんなでかく入れてくださいって言ったら入れれると思うんで、よろしくお願いします。そうしましたら、まずはそうですね、軽く鳴らしていきます。よいしょ。土手はね、今回そんな、もう土手狭いんで、そこまで意識しなくても大丈夫だと思います。で、ヘリを押さえていきます。ここね、力いっぱいやっております。息止めますからね、ここはまあどうでもいい情報なんですけど、で、小指2本直刺しです。直刺し、直で刺してます。これ分けるパターンもあるんですけど、それまた別の機械に言います。はい、でね、本当はね、 AR4 っていうのがあるんですよね。それと一緒に紹介したかったんですけど、今回とりあえずこっちだけやってます。
はい、もう最後今こんだけでこんな感じ、結構いい感じになってるでしょ。もうだからここは干渉しない、ほらこういう感じになってるんですよね。伸ばしますいつも。はい、こうね、なんて言うんでしょう、緑色ってね、どうしてもここだけ若干色移り入るんですよね。これはね、避けられないような気がします。あんまり叩かなくてもいいんですけどね、もう角張った片付けなんで、もうこういう感じなんで、うん、ここは少し残してもいいかなと思いますね。はい、でこれとは別に、あの少年用の日本製っていうのが今あるんですよ。でこれも後で見ていただくんですけど、ちょっとそれ見ましょうか。でこれです。で兵庫県のね、北の方の方から、コーチされてる方ですかね、指導者の方の息子様なんですけど、ちょっと LINE から注文いただきまして、行きたいんですけど、ちょっと時間が合わなくてということで、はい、こういう感じですね。でこれで小指2本っていうのもできなくはないです、っていうのも、今回はやってないんですけど、これベルト外側にしてるじゃないですか。でこれで外側になると指入りやすくなるんですよね。今ちょっと入らないですけど、でこれを仕上げの時に小指2本入れてもらってもいけるようになります、正直。なので私は結構、背がね小さい方とか握力のない方はかぶせ締めにして、もうね最終的に無理だったら小指2本にしてもらうぐらいの想定で、考えてますので、これもちょっと柔らかくします。はい、では今回このトレンチ日本製ですね、一応芯材だけは日本製じゃなくて少年用の、ちょっとね、あの軟式用とは違う芯材を使ってるんですけど、これもねなかなか良くて、やっぱり今グローブ高いじゃないですか、そんな揉み込まなくてもいいかなとは思ってますが、でもね揉み込んであげないと、特に日本製とか硬いって言われちゃうんで、めっちゃねこう声出しちゃうんですよね、うん、出しちゃう出しちゃう、それぐらい揉まないといけないから、結構ここパキってこう結構ここ詰めてるんですけど、いい感じになってきました。うん、よいしょ、で伸ばします。これね、割と僕の中では大事な工程に最近なってますね。で今の感じですね、こういう感じで締まるようにはなってますが、もうちょっとこうなじませてやる、うん、っていうのがあります。でどうしてもちょっと親指かかりにくい場合に、僕よくやるんですけど、親指をこの真上からこうやって押すっていうね、そうしたらなんかねカチンってこの辺に合うことがあるんですよ。こうやって最後押すんですよね。さっきの小指2本のタイプもこうやって最後押したらカチッって合うんで、ほら親指の効きが良くなるんですよね。でもうちょいやっぱ滑らかさが欲しいですね、うん、日本製は少しだけ腰があるので、むしろこの腰が好きな人が多いんですけどね、うん、海外製では出せないこう粘りみたいな感じなものは少年ではありますね。でもやっぱり芯材はこだわるんだったら普通の軟式買った方がいいですよ。もうちょっと出せば軟式買えるじゃないですかはい、っていうふうには個人的には思ってます。それではね、先ほどのやつと一緒に見比べましょう。お待たせしました。ではまずね、少年用の J6V です。こちらは小学校4年生ぐらいの子かなに買っていただいております。5本で片付けをしております。雰囲気はこんな感じです。はっきり言って柔らかいですね。この辺は少し硬さあるんですけど、こういう感じで柔らかくしてます。多分ね、小指2本とかしなくても全然取れるんで、無理やり小指2本にしろって言ってるわけではないので、そこだけ勘違いねされると、なんかね、せっかくボーダースラッガーを買ってくれたのに小指2本ばっかり進めてるっていうわけじゃないんで、ぜひその辺ね
選んでいただきたいなっていうふうに思います。だからこうかぶせにしてるんで、正直このまま若干タイトめに入れてもこうやって小指2本でね動かすこともできるっていうことで、っていうのもね、手の大きさがわからないんですよ、正直。握力と実際見てないんで、お客様をね見れてないじゃないですか。なのでその辺もあるんですよ。で、皆さんお待ちかねのこちらでございます。はい、小指2本そのままこういう形で入れております。もう一つね、実は小指2本でおすすめの品番があるんですけど、この形じゃないんですよね。うん、これまたは別回で、あの機会あれば言わせていただきます。で、これこういう感じで、外野みたいな感じでパタパタパタっとこういう感じです。でね、紐ちょっと長く残してくれって言われてるんでこのままにしますけど、本来だったら切った方がいいです。危ないです。こんな感じですね。本当に縦っぽく、はい。デメリットないのって言われるんですけど、よくぞ聞いてくれました。あります。っていうのも、こうやってこうやって掴み続けるとどうなるかっていうと、どうしてもね出ていったりすることがあります。はい、そこまで押さえが強いわけではないので、あの外野っぽいって言っても、外野でもパカパカにしたらいいわけじゃなくて、ある程度硬さを残した方がいいっていう話もあるんですけど、今回少年がねどうしてもこうバチッと取りたいってことなんで、こういう硬さにしてますけど、ボールが抜けてしまわないように工夫するっていうのを、すごくね、あの気を使ってこれでも片付けしてます。なのでこうっていうよりかはちょっとひねった方がボールって収めやすいんで、その辺ね、だから土手が狭いんでこの辺でも取りやすいグローブだなっていうふうに思います。いろんなパターンを試してみて、あなたに合うグローブを探してみてください。そんなお手伝いをさせていただこうというふうに思っております。この動画が良かったら高評価、いいね、そしてチャンネル登録などもよろしくお願いします。今日はこの辺で終わります。バイバイ。